本目です、吉松です。で今日はね、マスクバージョンでサングラスがないバージョンでちょっと撮ってみます。まあ大体ね、どんな目つきの男か分かんないっていうことでね、まあ私顔知ってる人も結構いますけど、このチャンネルの中では。まあちょっとしばらくの間はね、ちょっとまあこんな感じかな。まあどちらかマスクするか眼鏡かけるかどちらかでいこうかなと思ってますけど、まあ帽子はね最近ちょっと床屋行ったんでね、まあ短めですけど、まあちょっとこうブラックマヨネーズみたいな感じになってるので、ちょっとこことかねやっておきます。今日はね、人は誰でも作家になれるっていう本なんですけど、これは中谷さんっていう私のね、あの DVD 10枚ぐらい持ってるかな、この人の DVD は。あのツタヤの方でなんか DVD ができてた、それでツタヤいつも借りてたんで、この人の DVD はもう何回も見ましたよ。まあ非常にこう、なんていうかな、見るたびにこう勇気がもらえるっつうかね、そんな感じの DVD でございますが、まあなんていうかな、あのこれね、まああれですね、いいことがいっぱい書いてあるんですよ。私自身は3月に群像の新人賞に落選してしまって、これでもうここのとこ2回目の落選かな。3年前は1回通ったんですよ、予選に。で去年落選、一昨年落選で去年落選と、また今年もまたこの文学界を目指してて今頑張ってます。9月30日締め切りなんでね、今のところは昨日までの間で56枚書いたかな。まああと70枚から140枚っていうあの一応枠があるので、その中で泳ぐためには大体250枚ぐらい書いて、なんとか8月いっぱいまでに、7月いっぱいまでにね、そこから削ってって140枚になんとかできるかなっていう。まあ200枚は入れますよね、削る必要があるから、どうしても。そんなことで、まあ作家になろうと思って、この人の場合はまあ作家といってもいろいろ広い講義で、こういう本を書くのも作家って言いますし、それから小説書くのも作家ですしね、まあある意味で作家っていうことなんですけど、いいことがいっぱい書いてあります。注文がなくても書いてしまう人が作家になれる。注文がないと書けないですよ、人間の不思議と。私はもう高校生の頃から書いてるんで、長いですよね、もうだらだらと高校生から書いて、15歳、中学生の時に書いてたかな、いくつだあれは、14ぐらいから書いてたのかな。でも延々もう今40年以上書いてるんですけど、まだ未だに一時最終選考行ったのかな、1回だけ最終選考まで行ったことが1回あっただけで、あとは全然。一時予選も最近ここに3年2年ぐらい通ってません、全然ね。で没原稿いっぱいあるんですけど、これ没原稿をたくさん書いた人が成功するということが書いてあって、でボツの原稿をいつも確認すると書けるでしょと。ここにボツ原稿50本書いたら人は死ぬまで書けると書いてありますけど、私は一応ボツ原稿30本ぐらい、いや40本ぐらいかな、もうじき50本になるかなとだから私は書き続けるでしょうと思います。ドストエフスキーとバルザックスね、この2人の大先生はギャンブルで負けた借金を返済するために書いたということで、どんな天才的な文豪も何かで追い立てられる原因がなければ書けませんということが書いてありますね。でですね、書きたいっていう人、小説とかあるいはシナリオでもいいし、それからまあそのライター的な部分でもいいし、一般的な本でもいいし、でいっぱいいるんですけど、実際本出せる人って少ないんですよ。なぜかというと、やっぱりやらないから。私もびっくりしたんですけど、小説教室に通ってて、今でも通ってますけど、びっくりしたことがあって、
今もう辞めてた人が、辞めていった人が何人か見えるんですよね、やっぱり。で、いまだに書いてる人もいるし、まあ書いてない人もいるんですけど、一時ね、他の教室から流れてきた人がって、おったんですよ。鈴木先生の場合は、鈴木喜一郎先生の場合は、プロになる人というふうになってますんで、初めからその人を言う方が来るんですけど、文芸サークル的なことやってて来た人がいたんですよね。その人は、やっぱり語るんですよ、すごく。文学とはとか、小説とはとか、なんか人生を救わないかみたいなこととか、その書いてる人もね、救うんだみたいな。語るんですけど、じゃあって言って本人に聞いたら年に1回50枚書くか書かないかぐらいなもんで、書いてないんですよ、全然。私は思ったのは、書いてないんだけど、結構なりたいって言うんですよね、小説家には。まあ、小説の教室が終わってから、最近ないですけど、昔鈴木先生が主催っていうか、まあ、お酒飲みに行ったこともあるし、受講生と先生で、あるいはその、喫茶店でコーヒー飲んで、茶飲んでコーヒー飲んで、まあ、1時間ぐらい喋ってた、それが終わりっていうことが結構昔あったんで、初期の頃その時に私の前に来た人と喋ってたとか、トレーニング行った人と喋ってたんですけど、私びっくりしたんですよね。と書かなくて小説家になろうと思ってさ、いるんだと思って、宝くじ当たるためには買わないかんですよね、仮に外れでも。買わずに当たりたいってどういう心境かなと思ってたんですけど、よく観察してると、そういう文芸的な、なんかな、そういうような、雰囲気に浸かりたいという感じ。それに憧れるっていうか、それじゃないかなと私は思ったんですけど、帰り道で。結局、なんかこう、作者を語るとか、作品語るとか、私自分の好きな作家とか、周辺作家について読んだり、語ったりするっていうことが好きな人。文学的なサロンみたいな小説的なこういうことを喋るのが楽しい人っているんですよ。書く人じゃないですね、その人は。やっぱし。だからまあ自然に書かなくなってくるという。まあ読んでるのは読んでると思います。本は好きだからね、そういう方は。私はそっちの方の人間じゃないもんで、最近ほとんど読んでないですよ、小説。本当あかんのだけど、映画見たりとか、なんかこう、美術館とかね、まあ結構コロナの前は行ってましたけど、絵見たりとか、なんか仏典読んだり、聖書読んだりとか、全然関係ないの読んでることが多いんで、最近、まあ、最近ハウツーも読むことも多いですしね、まあ、これではちょっとあかんと思って、最近柴田錬三郎先生とか山田風太郎先生とか、昔の剣豪の本読んでますけど、それは書けるということで、ね、最低私1日1枚から2枚書くことにしてるんですよ。まあ書かない日もあります。今日はダメって休んだ日もありますし、3枚ぐらい行っちゃった日もありますし。でも必ず書くんですよね。書けない時でも1行は書くという。まあ絶対書けないで2日3日かかったこともありますけど、でもまた書く方へまた戻るんですよね。やっぱりどうしてもそれは。でやっぱりそういう風にやってれば、1年とか1年半経つと大体300枚ちょっと切るぐらいの原稿になるんですよ。それをまあカットして切ると250枚ぐらいの原稿になって、まあ出せるんですよね。だからまあ今年はまあ文学界ということにしますので、本当に書きたい人、作家になりたい人はこれを読んでください。本当にね、見開き1ページですごいね、こういいこともちょっと私ちょっと疑問なことも書いてあるし、大変いい本ですので、では、私は次回お会いしましょう。